いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？出会いの場である合コン。一瞬の気を抜いた行動によって男性に対して思わぬ悪印象を与えてしまうこともあります。そこで今回は合コンでの失敗を防ぐために、合コンで惹かれてしまう女性の行動8パターンを紹介させていただきます。 1. 料理を取り分ける担当を誰にも譲らずにアピールしまくる女性。取り分ける作業を独占し、男女問わず誰にも参入させないパターンです。一方的なアピールは好印象ではなく悪印象を残してしまう残念な結果となるケースがあるので注意が必要です。 2. お酒が弱いふりをして男性に心配してもらおうとする女性。お酒が弱いふりをして男性に甘えることで周囲がドン引きすることがあります。お酒の力を借りて狙いすぎることで逆に惹かれてしまう恐れがあります。 3. お酒を勧めて男性を酔いつぶしてしまう女性。とにかくお酒が強く男性に飲ませた末潰してしまうパターンです。楽しい合コンが惨劇へと変わってしまいます。男性のお酒の強さに合わせてあげる心の広さが必要でしょう。 4. 喋る気がないことが明らかな女性。全く喋る意思がないパターンです。男性に気を使わせるだけではなく合コン全体のムードも暗くなってしまいます。時々営業スマイルでやり過ごす大人の対応をしたいものです。